皆さんこんにちは。今日のミニゲーム特訓シリーズウェーブウェーブ一人側やっていきたいと思います。これねコンピューター落ちないんだよね。一人側になったら勝てないし、三人側になっても勝てないんだよ。どういうことなんだろうね。ってことでやっていきましょうか。これ多分緩急が大事な気がするんだよね。ほらまず大きいのを出すよ。で、これにからの、おいいじゃんいいじゃん。ほらどっか行け。ああ、ネイがしつこい。いやー勝てないかー。2人は吹っ飛ばしたんだけどなー。いや結構途中であの操作ミスっちゃったところあるから、ちょっと緩急が大事なのは間違ってなさそう。いいね。あとワリオだけ。この一番上でやるのが難しい。うわ無理か、無理だ、くそ惜しい。一人だけ残るんだよな。なんだろう、ちょっと動揺しちゃうのかな、もしかして。こうあと一人だっていう心を乱されない、あの中途半端な波はいらない。いいぞ。あ、中途半端な波はいらないのよ。いやミスった操作。くそー、え、途中までいい感じなんだよね。途中から波全部避けてくるんだよな。追いつかれちゃったよ勝利数。まあ最初はほい、はいはいはい、ほらほい、ちょっと高いところで、高いところでやらせて。お、いいぞ。やったー。でもコツはつかめないな。でも緩急が大事なのは本当かもしれん。達人に勝つには緩急で、多分人だとね、でっかいウェーブずっとやっとけば勝てるような気がするんだよな。まあ一旦3対1で1側のウェーブウェーブはこれで終わります。こんな感じで練習してれば勝てるようになるのかなーって感じ。ではお疲れ様でした。